ダイハツムーブダイハツムーブコンテムーブコンテは、ダイハツ工業が製造、販売していた、ムーブシリーズの軽トールワゴンである。通称、コンテ。本校では便宜上、当社種のマスコットキャラクターである、カクカクシカジカについても記述する。2008年、ダイハツの主力車種である四代目ムーブの派生モデルとしてデビュー。ムーブとは異なり、直線、 平面的な外観になっている。また、高さ方向以外の室内寸法は、標準ムーブより小さく、後席では、シートスライドなどの一部の機能を省略する代わりに、前席は、パワーエントリーシートなどの採用により、快適性や質感を高めるなど、標準車よりも、前席を優先し、差別化を図っている。また、自動車としては、非常に珍しく、デビュー時より、 マスコットキャラクターを用いたプロモーションが行われていた。2010年9月28日、親会社である、トヨタ自動車が2011年秋頃に、軽自動車事業に参入することを発表し、同時にコンテを、ダイハツから OEM 供給を受けることを発表した。同日に、ダイハツハイゼットを含めた3車種を2012年までに、供給を受けることも、明らかにされた。 一部メディアにより2011年9月7日に2011年9月26日販売予定及びブランド名、車種名が報道された。ただ、この時はトヨタ及びダイハツからの公式発表はなかった。その後、同年9月26日にトヨタ側が公式発表し、ダイハツはトヨタへピクシススペースとして OEM 供給を開始した。 ピクシススペースでは、コンテの最上級グレードである、G ナビを除く5グレードを設定しており、ダイハツのアイドリングストップ機構の登録商標である、エコアイドルをピクシススペースでもそのまま使用している。コンテのデビュー時から登場した、黒縁眼鏡をかけた鹿のマスコットキャラクター。中黒のない、カクカクシカジカとも。声は、生瀬勝久、須田健次郎、キャラクターデザインは、 坂崎千春によるもの。格は取り外すことができる。当初はコンテとしてのマスコットキャラクターだったものの、次第に大発夢フェアおよびエコカー補助金キャンペーン等の大発のキャンペーン CM にも登場するようになり、大発のマスコットキャラクターとしての地位を確立した。そのこともあり、コンテでは設定のないスマートアシストの CM にも登場した。また、 コンテ終売後もキャンペーン CM に登場しており、2021年現在でも、ダイハツ公式 LINE アカウントでのアイコンとなっている。その四角い外見から連想される英語のコンテーナー、コンテナからの造語。コントはイタリア語で、あなたとという意味でもある。ありがとうございます。